セイバー千治村正、召喚に応じ参上した。ただの鍛冶師なんだが、疑似サーヴァントってことで武士の真似事もできるようだ。ん？なんだよその顔は。分け知り顔のようでもあり、意外そうな顔でもあり。もしかしてチートばかり早い登場だったのかね、俺は。おう、外回りだマスター。サボってると腕がなまるぞ。仕事の上下関係はしっかりしてるぜ。俺は誰にも頭は下げねえが、依頼されれば礼を尽くして物を作る。依頼主がいけすかねえ野郎であっても、できる刀はまっさらだからな。マスターなくしてサーヴァントは限界できない。サーヴァントなくしてマスターは生存できない。持ちつ持たれつの関係だ。生前と何にも変わりはしねえよ。宮本武蔵？ああ、知ってるよ。男じゃなく女のだがな。やかましいが着物を座った凛と咲く花のような剣士だった。この村正が座に持ち帰った数少ない活動記録だ。風来亡命。最後に行き着く場所にたどり着ければいいんだが。赤いひらひらした洋服を着たアーチャーがいるだろう。俺あいつは苦手。見ているとこう背中がムズムズすんだよ。くそ、虫使いか。エミア・オルタ。もうここまで来ると何が何だかわからねえな。ムズムズはしねえが座りが悪い。そもそも武器の扱いが雑すぎる。あれか、商業主義に走りすぎたってやつか。ブリテンの王様がいいんだろ。ちゃんと話をしておけよ。あの手の王様は一人で思い詰めていくからな。なんだよ、俺が心配しちゃおかしいかよ。気になるんだから仕方ねえだろ。いや、まあ俺も同じ刀をいくつも作ったがよ。バージョンありすぎだろ王様。全種類制覇するってか。徳川の剣術指南様かい。確かに村正は徳川特攻だが、別に俺は恨みがあるわけでもねえんだよ。ありゃ後の創作が生んだ因果特攻でな。徳川さんがうちのファンなら、そりゃ死ぬ時は大抵村正持ってんだろうがよ。おっ、なんだあの姉ちゃん、でっけえな。あ、いや待て、なんだあの神器。もしや、もしかしてあの姉ちゃん伊吹山の大権現か。あ、じゃああの大剣、あれが草薙の剣かよ。やべ、備え物備え物。好きなもの、そりゃあれだ。いい砂と火に決まってんだろ。魚も好きだ。握り飯もな。酒はやらねえ。団子は食うぞ。嫌いなものなんざありすぎてあげられねえよ。あえて言うなら、ラスプーチンの野郎か。あの顔見てると、無性にイライラしてくんだよな。願いの叶う聖杯とは羨ましい。職人何人養えるか。ああ、そういう金銭の話じゃなくて。ならあれだな。一度本物の草薙を見てみてえな。祭事だぜ、マスター。ちょっと出向いて美味しいところをいただいちまおう。改めて名乗らせてもらうぜ。俺は、千治村正。伊勢の国、桑名の刀工だ。
後に続く村正派の初代ってことになるのかね。何百年も後まで名を語られるた、ヘンクスじじいも驚きってもんよ。登校とは言っても役職は様々だ。山を掘る、砂を集める、鋼を作る、火を見る、鉄を叩く、刀を生ける、鞘をあてがう、刃を研ぐってな。一人でできねえこともねえが、数を求められたら職人が必要になる。登校が集団になるのはそのためだ。カルデアも似たようなもんだろ。全員がいい仕事をして、初めて名前が残るってわけだ。俺の霊気は現代人をよりしろにしたものだ。村正のままだと、よぼよぼのじじいが出てきちまうからな。英霊村正は、技量だけをこの体に下ろした。なんで、こうして話してる俺の人間性は村正のものじゃねえ。じいさんまで生きたそいつの性格なんだよ。しかし、俺と同じ理念、俺と似た人生、俺に負けない頑固者がいたとはな。お前さん、飯は食えてるか？ひもじい思いをしてんならちゃんと言えよ。俺もそう余裕はねえが、若いのを一人養うぐらいは。何？高級もらってる？三食美味しすぎて太りそう。そりゃ結構、おととい来やがれ。正直、最初は気乗りしなかった。俺は村正ではあるが、この体が村正として生きたら、なんて仮想の人格でもある。ほら、あれだ。式部が読んでやがる、もしこの人間が分岐時代に転生したらってやつさ。なんで、どこか人様の夢を見ている気持ちがあったんだがな。今は、この村正も悪くねえと思っている。いい弟子ができたからかね。弟子より前には死ねねえよな。あまたの鉄を打ちながら、求めたものは、ただ一つの極限か。天下を二分した名工が、最後に行き着いたものが、精神論とはね。俺には少し、目に痛い話だよ。東洋の刀鍛冶師ね。別に剣とか必要ないけど、腕は確かなようね。どうしてもって言うなら、宝石細工とか頼んであげてもいいのよ。って、何無言でスルーしてんのよ、あんた！ちゃんと話聞きなさいよ！世界には似た人間が三人いると言うけれど、他人の空にどころじゃない。ほとんど双子レベルのそっくりさんなのね、おじさま。外見はあの頃のままなのに、中身はとってもおじいちゃんだなんて、面白いわ。村正のじいさま戦えるの？いえ、強いのは知ってるけど。あまり無茶はなさりませんように。ほら、だってお腰の方が、あいた！いやー、もう仕方ねえ。七度ばかりぶった切るか。俺は刀鍛冶なんだがな。戦場に連れてきてどうしやがる。投影開始。ああ、しっかり見たぜ。焼きを入れるか！悪かねえ、いい出来だ。おう、出番か。下がってな。鍛造無限のごとくってな。まったく、贅沢な注文だ。石はいらねえ、木をよこしな。悪いな！行くぜ！ふっ、はっ、せ！おら！撃ち直す！
こいつでしまいだ。折れねえ曲がらねえ。一つ、二つ。一銭にもなりゃしねえ。てめえにはもったいねえよ。二点一流もらっとくか。この一振りで仕事納めだ。そこに至るは数多の研鑽、気づきに気づいた刀塚、縁起を持って宿業を断つ、八重垣作るは千字の刃、散った成仏していきな。神髄、解明、完成理念、収束、鍛造技法、臨界、メイドの土産に拝みやがれ。これが俺のつむかり村正だ。大したことねえな。文字通り焼きが回ったか。先に寄りに帰って、いや、もう誰もいねえんだったか。寄りに帰ったら飯でも作ってくれればいい。そいつで露伴にしてやら。ちくしょう、たぎっちまった。たまには戦に出てみるもんだ。なんだよ、世話になってんだ。いつまでも信氏の姿じゃいられねえよ。こいつは俺が火事場を建てた時の姿でな、おしさんから独り立ちして本気でやろうって水黒いした時のもんさ。ま、そういうこった。息つく暇もねえ。お前さん、仕事は急がせるタイプかい？そりゃ一派を構えりゃ偉くもなら、いつまでも納得のいく仕事ができなかったんだが、この通りいつの間にか弟子を持つ身分になっちまった。おまけに身分も変わってな、クアナの貴族様ってやつだ。見ての通り体はくたびれちまったが、その分技巧はそれなりってな。仕事はきっちりこなしてやるさ。いい景色だ。ナーバスになっていけねえ。俺は刀剣に生きた。人を斬る鋼で人を生かす術はないか、なんてふざけた夢を持ちながらよ。そんなアホは村正で途絶えると思っていたんだが、まったく、運命、いや、人間ってのは懲りねえ作りしてるもんさ。俺は大昔に生きた武器商人に過ぎねえがな、お前さんとこの体に恥じないよう、人を救う剣ってのを振るうとしよう。おお、サンキュー。次もよろしくな。あ、なんだ、俺が英語を使うのはおかしいか。サーヴァントの霊気も刀と同じだ。何度も何度も根気よく鍛えるほど強くなるってな。いくつになっても腕が上がるのは嬉しいもんだ。次の仕事が楽しみだよ。
宵越しの歯は持たねえ。ここで使い切って帰るぜ。お試し切りだ。アホ、一夜の刀に銘なんざ入れねえぞ。隠居したいんだがな。ふーん、そういうのもありか。火の粉には慣れてるよ。悪かねえ波紋だな。いくつになってもこれだけはな。握り飯だよ。食べるかい？おうよ。いいぜ。よく見ておきな。いいぜ。最後まで見届けやがれ。一切衆生失痛仏性。丹蔵の水五郎次郎。構えな！はっはっせっ持って行きな！八重垣ランド天狗切りおまけだ、持ってきな。そーらよ、近寄るぜ。こいつはでけえぞ。武器の貯蔵は十分だ。ここに至るはあらゆる修練、縁を切り、定めを切り、業を切り、我をもたたんつむかり村正。すなわち、宿業からの解放なり。過分を捨て、重さを捨て、早きを捨て、てめえを知った。随分と長くかかったがな。刮目しやがれ。剣の鼓動、ここにあり。老骨には応えるぜ。仕事の途中で抜けちまうなんざ。いや、気が回ったか。大した切れ味だ。参考にさせてもらうぜ。出直してきな。巻きわらの代わりにもなりやしねえ。ちゃんと飯食ってんのか？武器はともかく、弾力が足りてなかったぜ。